こんにちは、皆さん。今日は中国の古代の書物、魏志倭人伝を通じて弥生時代の日本を探検してみましょう。準備はいいですか？それではタイムマシンに乗って過去へと飛び立ちましょう。まず私たちが目指すのは弥生時代の日本。この時代、日本はまだ小さな国々が点在していた時代で、その中でも特に有名なのが邪馬台国です。邪馬台国は小さな国々が集まって作った連合国家で、その中心にいたのが女王卑弥呼だったとされています。卑弥呼は神のお告げを聞くことができると信じられていました。彼女は神のお告げに従って国を治め、その弟が政治を行っていました。しかし卑弥呼が王になってからは誰も彼女を見たことがないと言われています。卑弥呼が治めていた邪馬台国は中国の大国義に使者を送り、朝貢を行っていました。朝貢とは、小さな国が大きな国に対して敬意を表すために贈り物を送ることを指します。卑弥呼は魏の皇帝から新魏倭王という称号と金印をもらいました。これは邪馬台国が魏の影響下に入ったことを示しています。しかし卑弥呼が亡くなると邪馬台国は再び混乱に陥りました。新たに男性の王が立てられましたが、国民は彼に従わず、戦争が起きて多くの人々が命を失いました。その後13歳の少女伊予が王になり、ようやく国は安定しました。まとめ、今日私たちが魏志倭人伝を通じて見た弥生時代の日本は、小さな国々が集まって大きな力を持つようになった時代でした。そしてその中心には神のお告げを聞くことができると信じられていた女王卑弥呼がいました。彼女は自分の国を守るために大きな国魏に対して敬意を表し、その影響下に入ることを選びました。それでは今日の探検はここまで。弥生時代の日本を魏志倭人伝から見ることができて楽しかったですね。次回も過去の世界を一緒に探検しましょう。それではさようなら。